ご視聴ありがとうございますね。まあいろいろとすっきりしないこともありますけれどもね、生き延びましょうね。本当にこの間カワセミがいろんな環境に適応しながらいろんな場所でね生き延びているというか、厄介な人間という生き物とね付き合いながら生きていく術をねどうやら身につけているらしいというようなお話もしたんですけどね、我々人間もねいろんなものと共生をウィズなんとかみたいな話もありますしね、野鳥に負けずたくましく生き延びていきたいと思う今日この頃でございますけれどもね、皆さんどうですか。いろいろと、まあ、外に出にくいような、まあ、ご事情とかね、まあ、いろんなことありますけれども、山鳥、まあ、野鳥の観察、また野鳥の撮影等にね、まあ、最も適した季節を堪能されておられますでしょうかね。もう私はね、まあ、近くにこういった河川の堤防であるとか、まあ、それに連なる里山、それからさらにちょっとしたトレッキングにね適したような、まあ、手軽に楽しめるようなハイキングを、そういった山が近くにありますのでね、まあ、そういったところを今日はね歩いてみたんですけれどもね、この野鳥観察をし始めましたからね、一度やってみたいというかな、そういったことがいくつかありまして、その中にね到底野鳥などがいそうもないような環境を歩いてみるっていうのがね ありましてね、まあ、その一つが、まあ、市街地、いわゆる、まあ、普通の街の中ですね、そういった場所も歩いてみたいという、試みというかな、ね、気持ちはあるんですけれどもね、何分結構野鳥をこう撮影している姿というのはね結構異質な、ね、格好をしておりますのでね、そもそもカメラを、まあ、首からぶら下げたというかな、そういう格好で歩くのって結構勇気がいりませんか、ね、そもそも私の場合はこの普段歩いている場所ですとね、もう野鳥を撮影しておりますっていうのをねアピールしながら歩いているおかげでね、でまあ、普通に、お出会いする普段お出会いする方からはね普通に挨拶をすればね、何か変わったもおりましたかとかね、何かいいのを取れましたかとかいうことでね、ご挨拶をいただけるようになっておるわけですけどね、まあ一時はね明らかに警察官の方がねバイクに乗って、何回かすれ違ったことがございますのでね、まあおそらくまあ、大丈夫、あの人はね鳥を撮影しているだけやからみたいなでね、まあまあ、近所の方には通用しているんじゃないかなと思いますけれどもね、ですから意外にこう街の中をねカメラをぶら下げて歩くっていうのはなかなかちょっと勇気がいるというかな、まあそれなりにまあこれも慣れというかね、そういったこともあるんでしょうけれどもね、そういったことを、まあ、やってみたいなという気持ちはあるんですけどもね、今日は、そこまではいかなかったんですが、今河川をね今カワセミの向こうに、まあ、カルガモが見えているような風景が見えてると思うんですけど、これちょうど河川のね堤防からちょっと見下ろすような形で撮影しているんですけどもね、私がいる場所はそこそこ、まあ、市街地に近いような、まあ、宿泊施設があるような場所からね撮影しておりますのでね、私を見慣れてない人からするとねちょっとかなり不審な人物に見えてるのかもしれないですね。その撮影しているっていう、まあ、カメラを持ってるだけではなくってね、そこそこ目立たない格好をしてるじゃないですか、まあ迷彩色に近いようなね、まあ、服を着ていたりとか、まあ帽子をかぶっていたりとかね、客観的に私もね想像してみるとかなり怪しい人物になるんじゃないかと思いますけどね、これはね川からつながるちょっとした山というかな、
そういった場所に来ております。この場所はね、頂上に何でしょう、電波関係の施設がある場所でね、普段からたくさんの方がね散歩をしておられるような場所になります。まあ、こういった場所でね、これ目白だと思うんですがね、目白に出会うとなんか天使のように思いますね。まあ、夏場などこういった山を歩いておりますとね、ほとんどあの鳥に出会えない時もあったりして、まあ、そんな時でも目白だけはね優しく撮影させてくれる野鳥でございましたけどもね、まあ、夏になりますとこのチャンネルねこういった風景になりますので覚悟しておいてください。まあね、お付き合い願える方だけね、まあ、ご覧いただければいいと思うんですけどね。これはまだあの河川の方に戻ってきますとね、これはシメですかね。結構あのムクドリぐらいの大きさの白い鳥が飛んでいったなと思ったらね、シメでしたね。こちらはそれこそムクドリになりますかね。これ歩いている場所といいますのはね、実は JR といいますかね、まあ廃線跡になるんですけどね、先ほど言いました市街地に近いような場所を歩いております。このような場所でもこういった常備滝であるとかね、これも目白なんですかね、すぐ近くにあのサザンカの、まあ、街路樹ですか、そういったものがあるのでね、まあ、カメラマンが近づいてきたのでそういった場所から避難して電線に止まっていたんだと思います。そしてね、こちらもほぼあのカメラをしまいつつ歩いておりましたらね、カワセミが見えましたのでガードレールにね体を支えながら撮影していたのがカワセミでございます。冒頭ご覧いただいたねカワセミもそういった形で撮影しておりますね。このイソヒヨドリの向こうにね重機のね通った跡がちょっと見えてるんですけどもね、そういった場所でこう呆然とまあ佇んでいるように見えるんですがね、このイソヒヨドリもねたくましく生きてますよね。付近の民家の近くでもよく見かけますし、このイソヒヨドリこそこの人間との共生をねうまく図ろうとしている野鳥の代表格じゃないかなと思うんですよね。これまさしく近所のねあの民家の近くに泊まっていたところをね撮影させてもらったんですけどね。ということでね、今日は近くにあります河川からさらにその向こうにありますね、まあ、里山からちょっとした小高い山というのかな、そういった場所まで歩いてみたんですけれどもね、まあいろんな野鳥たちに負けずにね、本当にこれからもいろいろと試練があるかもしれないんですけれどもね、負けないように生き延びたいと思いますね。今日はね少しこう山の中を歩いた映像などをご覧いただきましたけれどもね、途中でルリビタキに何回か出会ったんですがね、まあ、撮影する機会はなかったです。そろそろね体をね慣らしておきたいという思惑もございますね。普段平らなところをね、まあ、20キロ歩いているからといってね山道を100メートル歩けるかどうかというのはね全く違いますのでね、まあ、そのしんどさといいますかね、そういったものは違いますので、またその準備というかな、体を慣らしておきたいということもあるんですけどもね、そして普段歩いてるの延長でね、スニーカーなどで山に出かけますとね、私も何回もちょっと怖い目にね遭いました。こう足首をひねりがちになったりとか、すってんころりと何回かね、転んだこともございますのでね、でそういったこう靴の慣らしというようなこともありましてね、今回はそういう意味合いで歩いてみたんですけどね。このチャンネルでは兵庫県の内陸部にあります北播磨から野鳥などを撮影して季節の移り変わりをお送りしております。気が向いたらお越しください。ありがとうございました。野鳥たちもありがとう。